はいどうも、フルガです。今回はですね、まあもう開幕してますけども、開幕して名古屋とセレッソ大阪が、はい、もう試合し終わりましたが、AFC チャンピオンズリーグ2021について話していきたいと思います。はい、で、まあ、前回の動画で過去の川崎フロンターレの ACL の成績について話した動画も出しているので、ぜひそちらも見ていただければなと思います。はい、まあ、まず川崎は6月26日の、深夜ですね、1時キックオフ予定の試合が初戦となっております。それは韓国のテグ FC とやることになってます。はい、でグループステージは北京 FC、 中国の北京 FC と、韓国のテグ FC、 そしてフィリピンのユナイテッドシティと、はい、同グループとなっております。はい、でまあ初戦は6月26日やって、で2試合目が韓国の北京と、29日に同じく深夜1時から帰国なんで、まあ正確に言うと6月30日の午前1時ですね。はい、で参戦が7月2日の日本時間11時帰国でユナイテッドシティと、はい、で5日にユナイテッドシティと再戦、これもまた11時ですか、キックオフで、7月8日にまた深夜1時からテグ FC とやって、最後7月11日に、夜9時ですね、9時、21時から北京 FC とやって、この6試合を中2日の中でやるということになっております。はい、でまあ決勝トーナメント以降の日程に関してはこのような感じで出ているので、ぜひ参照していただければなと思いますけど、まあね、韓国のチームはそのまんま来ると思いますけど、韓国とユナイテッドシティのチームはねそのまま来ると思いますけども、あ、そうだ、会場がウズベキスタンで集中開催となっておりますので、はい、そちらもちょっと忘れてましたけど、はい、ウズベキスタン集中開催です。はい、でまあ問題はですね、中国のチームが、まあ、中国がね、まあ、隔離期間3週間必要だという事態を受けまして、A チームは来ません。そして韓国も来ます。あ、監督も来ません。なのでまあ初戦でセレッソ大阪がねやりましたけど、杭州と、まあ監督のカンナバロも来なかったですし、選手も20歳前後の選手、まあ高校生の年代もいたりして、はい、まあ、ね、それはでまあ、いろんなこと考えるとしょうがないと思いますし、まあ、中国のチームがね、まあ、ベストで来れないのは残念ですけど、まあ、それで大会の価値が下がるってことはないと思うし、逆にね、普段の ACL だと、まあ、半分アウェーで半分ホームでやれるわけですから、そのどうしたってね恩恵もあるわけで、でも今回は2週間中立地で集中開催、まあ、完全にねこもってなきゃいけないわけなんで、そういうこと考えたらストレスっていう意味では全然普段の ACL とは違うと思うので、まあ、中国がベストで来ないとか、2週間ACL に集中できるとか、こんなんで優勝しても、ね、自分たちが優勝したのと並ばれたくないみたいな言葉コメント、僕は
ね、見受けられたんですけど、そんなことはなくて、それぞれのレギュレーションでね、やっぱ優勝するっていうのは非常に価値があるので、普段の ACL と同価値だと思いますし、まあそこはね、やっぱなんだろうな、もしそれが同価値じゃないんなら、正直ね、 J リーグのチームだって本気で行かなくていいわけなんで、メンバーを落としたりね、中国のチームみたいにしてた、でも多分それをしたらまた本気で取りに行かねえじゃんっていう風に言われる。まあそれをね、いちいち真に受けてたら、まあね、大多数の浦和と鹿島のサポーターは応援してくれてると思いますけど、やっぱ一部の人はそういう風に思う人がまあ当然いるんで、まあそれをね、真に受けちゃうと、僕が今言ったようなことも言わざるを得なくなってしまうので、ここはまあ僕らね、当該チーム4チームと、まあ応援してくださる他のチームのサポーター皆さんで、やっぱり一試合一試合楽しんで、やっぱ日本をね、代表して戦っているクラブなので、はい、応援していただければなと思います。まあ今回はダゾーンでね、放送されているので、本当多くのチームのサポーターがね、見てくれる中でやれるので、ぜひね、応援していただいて、うん、やっぱ日本のチームがね、取ることによって枠も維持できたり増えたりするので、うん、やっぱそういうことも含めると、やっぱ取らなきゃいけないタイトルだし、今年はよりチャンスがあるということなんでね、逆に考えれば中国のチームが、まあベストの布陣を組めないっていうことは、なのでそこをね、プラスに考えて、皆さんも、まあ、ぜひね、応援していただきたいなと思います。まあちょっとで、後半ちょっと完全に不満タラタラになっちゃいましたけど、まあ、でも僕自身は本当に楽しみで見てる側なので、まあそういうね、まあいわゆるアンチですよね、アンチの人たちを黙らせるぐらい強いフロンターレを見せてもらいたいし、もちろんフロンターレに限らず、ガンバも名古屋もセレッソもぜひ勝って、もうね、最終的には順ね、上の方、準々決勝とかベスト8、ベスト4か、まあ東のね、東地区のベスト4、まあいわゆる準々決勝ですよね。準々決勝を日本のクラブで埋めちゃえばいいんでしたらもう最高なんでね、はい。まあそれまでは本当にしっかりと皆さん4チームとも首位通過して、はい、頑張っていってもらいたいなと思います。はい、まあ、ちょっとただライバルの韓国はいますんで、はい、ここがやっぱ一番大事になってくると思うんで、やっぱ川崎にとっては初戦テグ FC との試合、ここは本当に勝たなきゃいけない試合、ここ勝てればだいぶ楽になるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ6月26日深夜1時応援しましょう。ということで、まあね、ちょっと、まあ、言いたいことちょっと言っちゃったのでこれね、まあ、気分悪くなった方は本当申し訳ないんですけど、まあもう僕は本当に応援して楽しみにしてますんで、ぜひフロンターレ応援 してる皆さん、そして日本の J リーグのチームを応援してる皆さん、楽しみましょう、盛り上がっていきましょうということで、はい、今回は以上になります。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。